どうもどうも、マサトです。ついに買っちゃいました。ジャクリーのポータブル電源708、買っちゃいました。この前ね、Amazon のプライムで、行っておりまして、その時にですね、大幅値下げ、されておりまして、買っちゃったんですね。もともとね、これ、何本だったかな ?6 万、父の日セールで6万5千円とかそんなんで売ってたんですけれども、それが円安の影響で、バカみたいに値上がりしちゃったんですね。結局、通常が7万何本で売ってたんが、8万4500円、今8万4500円で売っておりまして、なんとか買おうかなと思ってたんですけども、タイミング逃してしまって、バカみたいに上がっちゃったということだったんですね。それがこの間の Amazon プライムデーで、8万4500円が5万5296円まで下がってたんですね。これ買わないわけにはいかないでしょうということで買っちゃいました。で、ついでにね、もうこれも安くなったということで、衝動買いで、これケースですね、もう買っちゃいました。こちらもね、安くなってたの、1000円引きかな、になってたんで、ついでに買っちゃいました。車に積んだ時にね、傷ついたら嫌なので、ケースがあった方がいいかなと思って、買っちゃいました。で、早速ね、開けてみたいと思います。さあ、どうでしょうね。実はね、これ、届いてから、5日ほどかな、放置してました。ちょっとこの開封動画撮るためにね、時間がなくてね、忙しくて。ほんで、やっと今日、このように開封することができました。なんか入ってますね。ポーチみたいなのが入ってます。まあちょっとこれ後で見ましょう。で、次、取扱説明書。なんかいろいろ入ってそう。分厚い。で、これ、この箱、結構、いい作りしてますね。で、これ形に合わせて、成形されてますね。で、これですよ。中、見えてますね。出します。これだけかな？よっ！出ました。ジャクリー708でございます。ついに手に入れましたよ。前から欲しかったんですけど、これなかなか高いですからね。あ、これ、上にも詰めるようになってるの。ここ、穴開いてて、ここ、足があるから、同じタイプの電源、上にも詰めるようになってる感じですね。で、ここ平らなのがいいですよね。とりあえず、この操作方法とかはまた後で説明しますね。一旦充電して使えるようにしてから、また説明したいと思います。で、結構重いよ。小さい割に重いよ。バッテリーの塊ですから、これが周囲ですね。はい。ここは外しましょうか。ディスプレイ、これ押せばいいのかな？今どれだけ、届いた状態でどれだけの残量があるか。43%、やっぱ少ないですね。ちょっとこれ充電してから使いたいと思います。で、押せば消える？このほっとけばオフになるのかな？はい。ということでございます。これなぜ買ったのかと、買う、躊躇しててなぜコイン切りがついたのかと言いますと、この前ね、停電、久しぶりに停電がありまして、で、数時間ちょっと復帰しなかったんですよね。あ、これはちょっとやばいなと。もし災害とか起きた時でも、これ電源あったら、まあなんとかなるかなと。夏場とかね、冬場とか、やっぱね、冬場はまあ、もう石油ストーブがあるから、まだ暖は取れるから大丈夫なんですけど、夏場の暑さをしのぐのに扇風機動かすのにやっぱあった方がいいだろうなと思いまして購入に踏み切りました。やっぱ災害の時はこれ重要ですからね。じゃあ、あと付属品、このポーチですね。アダプター関係かな。そうですね、シガーソケットから充電するためのケーブルで、あとがこれAC アダプターですね。電源、家の電源 100V から、充電するための AC アダプターが入っていました。で、取扱説明書。お買い上げありがとうございますということで。こうなって、あとこれが？あ、シールだ。保証サービスとジャクリーのシールですね。はあ、こういうのついてるんだ。はい、でもこれ使えないよね。もったいないよね。という感じでございます。じゃあ、ついでにこのケースも見ときます。今ね。持ち手の部分を外して、これ2つあんだよね、ファスナーが。一応これ出水、防水仕様になってるのかな。防水っていうか水が入りにくいようにしてるんだろうと思います、このファスナーが。これぶら下げるやつね。こういう感じになってるから、普段裏箱としても使えそうですね。まあ多分使えるんだろうと思うんだけど。で、これをね、形出来上がってないから入りにくい。はい。こういう感じで、すっぽり入りました。まだここに余裕あるから、他のもの、ケーブル類とかも入れられそうですね。さっきのポーチをここに入れてもいいのかな。上にもあるんで、本来はこっちに入れるんだろうと思います。こっち側にね。どっちでもいいか。こう入れて、あと、こっち入る。無理だね。こう入れて、あと、USB ケーブル類。ライトニングね、iPhone とか充電する、スマホとか充電するのに、タイプ C の、ケーブルとライトニングのケーブル、あとタイプ A もあった方がいいかな、の USB のケーブルも入れとけばいいかなと思うんです。ここら辺スペースあるんでね。で、こう閉めて、でこっちもちょっと入れられそうなんで、空間があるんでね。で、いいんじゃないでしょうか。こうやってね、普段収納しておけば、キャンプとか持ち歩くときにでも、もうこのままさっとね、重いな、結構重いな、着るんで、ね、これさえあれば傷つかないんでね、いいんじゃないでしょうかね。それではね、ちょっと充電しておきます。詳しい説明は後ほど。はい、ということで充電終わりました。こちらね、見ていただきますと、100% になっております。で、これ充電してて気がついたんですけれども、これね、AC アダプターで充電するんですけれども、40%、残り 40% の時に充電して、174W かな ?174W で、充電されておりました。その時ですね、これでたまたま触ったんですけど、すっごい熱くなるんですね。これやっぱしね、すごい出力出してるようなんで、この AC アダプターね。いやー、174W だって。まあそうしないとね、充電が間に合わないというのも急速充電してると思うんでね。ちなみに、コンセントで約5時間で 100%。まあ残量にもよるんですけれども、約5時間で充電できると。で、アダプターを使うと13時間で、今知ったんですけど、これコンセントと、ここ USB-C の PD ありますよね、60W の入力できるようになってるようで、両方合わせてコンセントと PD に、USB-C の入力で 4.5 時間で、充電できるということなんですね。そうですよね、 USB-C だから、うん、充電もできるってことだったんですね。で、あとソーラーパネル、60W のソーラーパネルで約17時間、まあ天候次第なんですけども、で 100W のソーラーパネルで約11時間、まあ、これも天候次第ですね。で、充電できるというふうになっております。いつかこれソーラーパネル買ってみたいですよね。ちょっと今ね、資金的に厳しいんで、いつか手に入れられたらなと思います。やっぱ外いる時とか、あと災害の時とかね、ソーラーパネルあると安心なんでね、太陽光で充電できるんで、その分では助かるかなと思います。で、次、出力に関してですね。ちなみにここが入力になっております。インプットと書いてありますね。ここに AC アダプターとかソーラーパネルをつけます。で、こっちが DC 側の出力になります。シガーソケットですね。はい、クロマとかについてますよね。で、こっちが USB-C PD の 60W の出力できます。で、次下、USB タイプ A ですねありまして、これが 5V の 12W、DC の 12W ですね。クイックチャージ 3.0 に対応しております。で、DC がここですね。まあ、使う場合はここのボタンを押して、DC ね、使うということで、ここにアウトプットの何ワット使ってるかというのが出てきます。入力の場合は上ですね。ここね、出てきておりますけども、下が出力。で、上が入力。インプットで電源 AC アダプター挿したときが上なんですね。上に何ワット出てるかが表示されます。で、ここ DC ですね。DC で出力する場合は、ここのボタンを押して表示させます。LED 表示させます。で、使わないときは押して消す必要あります。で、こっち側が AC です。AC を使う場合は、ここのボタンを押して、ちょっと音鳴ったっけ、今入ってないかな。で、ほら、7W とか、こういう状態になってますね。で、コンセント2つ、100V のコンセントが2つあります。で、両方とのコンセントを合わせて、500W まで対応しております。で、瞬間最大が 1000W まではいけるようになっているようです。で、使わないときは押して消しておきます。そうじゃないとちょっと消費しちゃうんでね、必ず消すようにしておかなければなりません。で、この出力なんですけれども、AC の方がですね、5W のライト使った場合、約58時間、満充電、100% 満充電した状態で約58時間使用することができます。そしてノートパソコンですね。ノートパソコン 30W で約9回充電することができます。で、あと、これ使う人いるんかな ?32 インチの液晶テレビですね。60W 出力したとして、約10時間、これで使用することができます。で、次が一番よく使うのが、多分私使うことあると思うんですけども、冬キャンプ行った時に、寝る時ね、ちょっと寒い場合あるんで、その時、電気毛布使ったりすることもあると思います。そしたらね、快適に寝れるんでね、その電気毛布 55W を使用した場合、約10時間使用することができます。だから朝までぐっすり寝ることができるということですね。その温度設定にもよるんだと思うんですけど、10時間以上は使用できるとは思います。で、次、USB 出力。スマートフォンですね。18W、最大 18W だと40回充電することができます。で、あとタブレット、最大 12W だと20回充電できますということですね。で、最後に、このシガーソケットですね。このシガーソケットに対応している、車載の冷蔵庫などですね。これ 60W の場合、51時間使用することができます。だから2日以上使えるということですね。車が車中泊仕様とかなってたらね、後ろで寝れるようになっているやつだったらね、車載冷蔵庫買ってね、使ったりしたいなというのは、車中泊とかしたいなというのはあるんですけども、今私乗っているのは軽の乗用車なんで、だから冷蔵庫まで買う必要は買えないかなというのがあるんですよね。だから私、主にこれ使うのといえば、キャンプで使用するか、あと災害の時、もしもの時の備えとしてね、今回購入したのもあります。だから多分活躍するといえば、冬キャンプのさっき言ってた電気毛布を使用するときとか、その他スマホとか充電するときに使用しますかね。あと GoPro も結構、撮影で使っているんで、キャンプの時ね、の充電とかでも使用しますし、あとランタン系も USB で充電できる、ちょっと持ってこようか。キャンプで使用するとき、こちら、はい、ランタンですね、これを使用することがあります。結構みんな使っている人多くて、値段も高騰しております。ゴールゼロでございます。こちらね、ここ裏見ると、ここ USB あるんですよ。充電するのに、この USB で、このゴールゼロのこの USB 端子を差し込めば充電できるんでね、この時もこのジャクリーのポータブル電源使用することができるんで、結構助かりますね。もう一個は持ってるんですけどね、USB で充電できるやつね。で、キャンプで使用するときは、こういうのを使うということですね。で、一回スマホ充電するのを使ったんですけども、USB-C の PD で充電したんですけども、結構早かったです。これやっぱ一個あると助かりますよね。で、ちなみに、こうやって光って、で、あと、これが全体ですね。はい。夜はこれはこうやってランタン使用します。メインでこのポータブル電源使うのは冬キャンプが主だと思うんで、とりあえず災害の対策としてということで、今回購入してみました。で、ついでに暑いキャンプでも使えるように、一応扇風機もね、持っているんで、夏場とか暑い時ね、これを使えば結構重宝するんじゃないかなと思いまして、前から持ってた扇風機なんですよね。で、ここに差し込みますね。電源入れます。で、まだこっち入ってないんで、ジャックで、はい、動かしますと、このように扇風機使えるんですね。で、今 28W かな、出力しております。これ結構いいっすよね。暑い季節でもこのように扇風機を使用することができます。真夏はキャンプ行くことないと思うんですけれども、秋口でもね、昼間は暑いということがあるんで、そういう時にもね、この扇風機持ってって、使えるかなというふうに思っております。で、これで今、28でしょ。これを今日にすると、35ですね。35ワットぐらい、出力はなっております。いやー、これ扇風機使えるのも嬉しいよね。暑い季節はこの扇風機を使う。外でね。で、寒い時は電気毛布を使うというので、重宝するポータブル電源でございます。はい、ということで今回はジャクリーのポータブル電源708をご紹介させていただきました。前から欲しかったの、やっと購入することができました。Amazon プライムで。いやー、良かったです。結構安くで購入できたんでね。ということで、今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。